はい、日本女子大学、そっちじゃない伝統ある名門、日本女子大学。1901年、明治34年に日本女子大学校としてできた大学業界では老舗中の老舗、女子大のトップ校の一つです。戦後、新生大学になって、昭和23年、1948年に、家政学部と文学部で新しい現在の大学として誕生しました。が ご覧の通り120年以上の歴史があるわけですね。で、家政学部と文学部だけで誕生したんですが、その後どんどん学部を増やしまして、現在、新しくできる予定の学部も含め、7学部の文系、理系、総合大学となっていますが、この実態を考えると、私、個人的にはどうなのかなと思う部分がなくもない。まず、1990年の人間社会学部、西生田キャンパス。 小田急線沿いにあったんですが、現在は本部キャンパスに戻りましたね。ワンキャンパスになっています。人間社会学部、えー、中身は文学部です。1992年に理学部を作りましたが、ここも家政学部から分離したものです。そして、女子大の危機、ピンチであるということで、3年連続新学部を作って、えー、大学の大きな改革をやっていると盛んに PR していますが、 国際文化学部2023年これ中身は文学部です建築デザイン学部来年できますがこれは中身は家政学部です食文化学部2025年にできますが要は、えー、栄養系を切り離しただけで中身は家政学部ですというわけで7学部の文系理系総合大学を名乗っている日本女子大ですが中身は昭和23年と同じ文学部と家政学部だけです ところが、女子受験生のニーズはどんどん変わっていると私は感じています。これは池袋にある名門、豊島ヶ丘女子学園高校の卒業生の進路なんですが、なんと理学工学が25.2%。特に工学なんだろうなって思うんですね。これからは。そして、経済、経営、小学、法学に、えー、かなりの数の人が進んでおり、女子大の長楽の原因は、工学部がない。 経済、経営、商業、法学部がないというのも理由の一つなんだと思います。女子大の多くは文学部しかないリベラルアーツ系か文学部と家政学部があるその昔のこの女性の手に職のイメージをいつまでも脱することができないんですね。まあ最近はね法学部作ったりデータサイエンス学部作ったりいろいろやってますけど看護や薬学を作ったってまだその女性の職業っていう価値観から抜け出せていない。 で日本女子大は看護、薬学には手を出さなかったんですね。結果的に総合大学に見えますが、まだ文化生という枠から逃れることができず、女子は文学部か、家政学部行けって言われて、今時の女子が、はい、そうですかというはずがありません。なので、私はこの新しい日本女子大の学部構成というのは、ほとんど女子受験生の新しいニーズを掴んでいないと思います。 これでは相変わらずマーチへ行ってしまうでしょう。あとは一般選抜の英語の配点が低いんですよ。100点なんですよね。マーチ以上に戻りたいのであれば英語の配点を150に上げて英語を難しくするべきなんです。一般選抜で。それと、超落してるからといってみんな推薦で行く、指定校で行くみたいなイメージにならないこと。 マーチクラスと同じ受験の難関というブランドを作らないと日本女子は浮上しないと思いますが少なくともこの文学と家政学だけで法政や明治や中央と戦うわけにはいかないそういう点で非常に厳しい状況にある女子大が厳しい状況にあるということはもちろん津田塾や東京女子大もわかっていると思うんですがあっちはあっちで違う手を打ちますので今日は日本女子大の話ですが私はこの 文学部と家政学部ばっかり増やしていく改革が日本女子大の凋落を止める方法になるとはちょっと思いがたい。では、どうしたらいいのか。やっぱり、工学や経済経営商法という要素をちゃんと取り入れるしかないと思います。まさか男女共学化して日本大学になるわけにはいきませんからね。で、もともと私、あの、日本女子大の創立者の記念館入ったんですけど、創立者の成瀬さんはですね、 なんと、獣医学部まで構想してました。そういう図が貼ってあったんですよ。どうも、創立者の壮大な理念とは裏腹に、文学と化成学だけで名門大学として君臨できてしまったということに甘えて、数十年間サボっていた。というのは、残念ながら否定はできないんじゃないか。大学のパンフレットを見ると、一般職にたくさん就職できてますよ。あ、一般職、失礼。 総合職に日本女子大の卒業生はたくさん就職できてますよっていうのをすごい PR しててもちろん日本女子大であれば総合職にはいけるでしょうでもその就職で女性が激しく差別されていた時代だからしょうがないとはいえ日本女子大のブランドを持ってしてもずっと大企業に一般職で入れるっていうのを何十年もやってきちゃっててやっぱり本格的にこの大学変わらないと生き残れないっていう危機感を持っていただきたい。 それは、化政学部をどんどんタコの足を切るように学部化するというのは、本質的な改革ではないのではないかと、私は思います。工学と社会科学が抜けすぎている。で、看護や薬学を作る時期は去りました。国際系は当たりません。どうしたらよいか。日本女子大には、勝てる武器があるんですよ。なのに、栄養とか建築とかを学部化している場合なのかと、私は思っています。 いるじゃないですか。家政学部、家政経済学科が。ここは、経済、経営、法、政治、そして家政学なんですね。なので、ここを政治、経済学部にするべきなんですね。他の大学、その、マーチとか総経営における、経済、経営、省法の要素は、実は日本女子大は持ってるんです。で、千葉大学みたいに法政経営学部にしても良い。 ちょっと経営学の要素が見えないんですけど、まあ経済学部って名前なんで経営学を含んでるということにさせてもらいましょう。女子大すぐ経営学部作っちゃいますけど、経済がないと男性と同じ立場とは言えないのではないか。所詮女子大なんて経営学しか持ってないんでしょう。経済は男の世界みたいになっちゃってるじゃないですか。経済学部を作るべきだ。女子大の経済学部はありません。なので、ここは日本女子大がやるべきでしょう。 ということで、政治経済学部、あるいは法政経学部、法学部、経済経営の要素を学部化するんです。そして、じゃあこんなことやったって、総計上智、G マーチと全然ち違わないじゃないか。違います。それは、あっちはマスプロ教育です。大人数教育なんですね。少人数で丁寧に経済、経営、法律、政治をみっちり学んだエリートを作るんだと。一つ橋なんだと。いうことで、えー、実は、 津田塾大学の総合政策学部はここを狙ってるんだろうなと僕は思います。千駄ヶ谷の。でも、総合政策って名前にするべきではなかった。経済、経営、法といった古典的な名前をつけて、伝統ある大学と真っ向勝負をするべきだったと僕は思いますね。おかげで存在してるかどうかもあんまり知られてない津田塾の総合政策。キャンパスも本部キャンパスじゃないビルだけキャンパスですしね、交通の便のいい都心にあるとはいえ、その、 津田塾の総合政策かマーチかどっち行くか悩むってみんな言わないじゃないですか。なので、同じことはやってるんですけど、日本女子大の場合は政治経済、そして理学部は一刻も早く理工学部にしてください。数物情報科学と科学生命科学しかないんで、必ず機械、電気系を作る。そして建築は理工に合体でも良いと思います。私は日本女子大にはポテンシャルがある。そして、生き残れる大学だと確信してるからこそ、 現在の女子受験生のニーズをつかみ、文学部と家政学部だけの大学から本当の意味で脱していただきたい、日本女子大を愛しているからこそ申し上げております。